There is no place I'd rather be than right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. You never spare me details as you confide in me. I smile and give advice, but cannot tell you how I feel. How easy it would be to fall for you. 10周年ですね。今おいくつでしたっけ？今、かこみさんの一つ下だから50。53か。3。あ、でも43から組んだって感じですか、今のこと。このメンバーね。名前の由来みたいなのあるんですか？名前の由来ね、玉置浩二さんの曲で闇をロマンスにしてっていう曲があって、それを闇の間闇の間って言ってたんだけど、略してこう。そうそうそう、そのこれ名前でいいよね。おお、なんか変な名前だから覚えやすいんじゃないか。いやでも一撃で覚えました、ね。インパクトがある、はい、変な言葉だもんね。相方さんとは、うん、こったね。彼はね、あの海老津に住んで体育館の人なんだけど、保険屋さんでね。で、かくみさんと同じ年だね、一個目だから。で、あの人はあの人でこの界隈でずっと高校からさ、ずっと音楽活動やってきてて。他のバンドでやってて、一緒のバンドでやったり、今日ゲストで来る人たちってさ、65歳以上の2人組なんだけど、はい、要はその2人と俺とコッタとあともう1人ぐらいでザ・ファーストっていうバンドを組んでたのね、一時期ね、はい、まあ そんなことでコッタとも一緒にやってたんだけど、で2人だけでちょっと安全地帯でやらんかいって。それが前の話だったんですね。そう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 、そうですね。あのライブハウスで昼間だったんですけど、昼間食堂やってるところがあって、はい、で夜はライブハウスだとかってライブ入ったらやるんですけど、そこでたまたま昼間コーヒー飲みに行ったらギター抱えて歌ってるやついて、で玉木さんの歌を歌ってて、もうそっくりなんですよね、歌。うまいなと思って、でその時は全然面識も何もなく初対面みたいな感じでしたけど、まさか一緒にやるとは思わなかったですけど、いやなんか10年もやった記憶はないんですけどね。あ、気づいたらもう年食ってて、あ、10年も経つんだみたいな。じゃあ何か記念のライブでもやろうかみたいな感じで、まあ今日迎えたっていう感じですかね。なんか単独っていうか、単独で 2days はなかなか。そうですね、今まであのワンマンとかっていうのは何回かやらせてもらってたんですけど、やっぱり10周年のイベントということで何かちょっと思考を変えて記念に残るような感じでとは思って、まあ、今回ちょっと挑んでみたんですけどね。皆さんこんばんは、闇の音と申します。よろしくお願いします。闇ロマと申します。はい、落ち着いてみましょう。闇ロマ、昨日も勝てたね。言いにくい。言いにくいですね。そろそろ名前を変えますか。昨日京都ですね、今日2日目っていうことなんですけども、僕たちあの闇ロマの、結成して10周年ということのちょっとあの節目ということで、昨日と京都の 2days のライブをやらせていただいております。あの僕たちあの玉置浩二さんと安全地帯の曲だけ、突き詰めて、やっておりますので、お時間の許す限り最後まで楽しんでいってください。音楽はさ、ずっと小学校の時からねピアノとかやってたんだけど、でドラムが一番力入ったのかな、小学校、中学校、高校でね、ドラム。だから
本当に歌、ギターとか歌とかっていうのは就職してから仕事するようになってからボイトレとか行ってたの行ってねえよ。あ、じゃあもう独学というか楽しみだな。今日ライブ初めてなの。そうなの、うん、この前、3月ぐらいにあのワンマンやったけど、はい、ワンマンの時よりも曲は多い。昨日から今日何人ぐらい入ってきた？昨日ね、昨日本当は40人でやりたかったのさ、ゆったりと見てもらうね。だけど結局ね、昨日61。じゃあもうキャパ今日も50ぐらいってこと？キャパオーバーぐらい来てるってことですか？お店のキャパはね、もっとね、70とか80とかあるけどね。本当は抑えたかったけど。座りながら、お酒飲みながらゆっくりって。うん、なんかこういう時期だから感染症も気になるからさ、ね、なんかピチピチでさ、確かに空気悪い中で嫌だから。週2回って練習決めて音楽やっていくとやっぱりストレスね解消にもなるし嫌なこともね忘れられるし、だからすごく大事な場だよねやっぱね。だからこの先もきっと退職するまではずっとね続けて自分であり続けるためのさ自分らしく い続けるためのものなんだよね音楽ってね。コロナでライブできなかった時ってなんか自分を見失いそうだったっていうかさ、そういうなんか潤いみたいのがなかったからねコロナの時はね。じゃあ生きるために必要ですね、うんうん、自分のね音楽はね。そしてコッタがさ結構俺もいろんな注文つけるから安全したいって結構コッタ音楽だからさ、それをこう2人だけで再現するってなったら、いや凝ったここの部分はこういう風に弾いてとか、うん、いやそうじゃなくてここ下がってこういう風にやってとか、結構俺注文するからさ、結構ね険悪な雰囲気になる時あるけど、それでも彼はね分かってくれてるから、
やっぱそれがチームですよね。ね。だから俺も常に感謝してるしさ。音楽に対してのやっぱり真面目さっていうのは。ちょっと病的なところありますけど。いや、そういうところじゃないですか。いやいや、俺は本当についていくのが大変です。もう10年、15年ぐらい続くと思うんですけど。そうですね。今日出るその方々、先輩の方々も、もう70過ぎてるので、でその方たちもずっと音楽やってるので、多分その背中を追い越していくような感じになると思うんですけど。倒れるまでやってるかもしれませんね。いいっすね。音楽って。あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きな。川上さん自体はもうだってもう20年以上ぐらいですもんね。うん、違ったね。地元が一緒だったんですか。俺が行ってた床屋に いたのさ。あ、なるほど。前の修行先というか。そうそうそう。でもそこからじゃあアパッシュが立った前からってことも、うん、本当。だって俺高校生の時からだからね。じゃあもう40。でも川上さんは中退してるからさ。あ。俺さ、高校2年とか3年ぐらいの時だよ、確か行き出して。たまたまいたのね、その川上さん。ほんとジャストで40年ぐらいの付き合いになるってことですね。緊張します？しないよ。なんか改めて。でも川上さんが来るっていうことは結構特別なんだよね、俺の中でね。あ、やっぱりね、そのライブやるためにこう頭やってもらったりとかさ、そういう感じだしさ。ちょっと川上さんと家賃の挨拶しよう、うん、いよいよあと30分ですね、うん、楽しみです。それ撮ってたわけじゃないでしょ。撮ってましたよ。撮ってたのもう撮ってんのかなと思って。同じくギターの宮木さんです。昨日は今日 2Days と 1Days でコラボしてる。昔から、昔からの友達ですけども、実際の当日まで練習できなかったんですよ。セッションはい、だけどギハであそこまでちゃんと合わせてくれるのはやっぱりさすがだなと思って。そんな裏側があった。そうなんですか。昨日もちょっと打ち上げでも話したんですけど、またライブ企画してやろうよっていう話だったので、またご一緒できたらなと思うし、誘ってもらえるように自分たちも頑張りたいなと思って。はい、頑張りたいと。どうだった？いや、最後のメロディー気
気づいたら声泣いてたね涙出てたね出てたんだ出てたやっちゃったまた、うん、あこれ終わるかと思ったらやってたね終わってほしかったぐらいいやなんかねその若い頃からずっと18ぐらいからずっとそこや髪切って付き合いしててまあ改めてこう長いこういろんなことを思い出してこうあこのステージでこうやって歌ってたんだなって思ってまあ本当うまくなったなって偉そうだけど、うん、上手だなって改めて思ったよ、うん、これもまたカルチャーそうまあ人の生きていく道っていうかそういうだから趣味ね自分の趣味をどういうふうに生きてるかっていうことも知らなければやっぱり髪型も表現できないしねうん俺はもうすごいプラスしかないと思ってるからね最高ですもうこれまた床屋が楽しみになるね、はい、また次そういうこと気をつけて帰りますか気をつけて帰ろう、はい、ゆっくりはい帰りましょううんありがとうはいよいっすいや本当に皆さんの温かさが2日間ともこう染み渡りました支えていただいてるなって、まーちゃんをはじめまーちゃんでね初めて言いましたまーちゃんでねカオルさんと本当にありがとうございます僕はこんな時から今度お客で行きますよもうちょっと毛が生えたら行きますもうちょっと長くってねリクエストしますロンギングしてくださいじゃこれからも応援してますのではい、はい、ありがとうございますもろもろよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますはいチーズ動画でしたいやありがとうございます